よ。チャンネルアップです。ウィークサロンスのプロリンチョー、どうもプロヤマシュです。いや、全部一番怖いやかったやつ、全然怖い。いや、鼓膜破れた。え、戻ってきて。はい、ということで皆さんお腹空いてますか。いや、もうペコペコよ。もう今から、まあ、晩飯食っていくんですけど、焼肉ですよ。おお、やったで、その焼肉を食っていくんですけど、はい、その中で一番食えなかったやつ、全額払ってもらえます。もうちなみに僕言っていいですか、うん、今日何も食ってなくて、うん、それプラス、うん、今日の朝4時ぐらいに、うん、バカでかく食べました。うわー、強いな、お前。すっからかんってこと。はい、だからルパン来た後のそのへえ、そうね。僕ほんまついさっきローソンで照り焼きチキング食いました。それやばいよ。そんぐらいなんで必要じゃないかなと思って。余裕だってさ、それ例えたらトトロがそういうこと。何やねんお前ら、さっきから。おい、その神派手2人、お前この状況を例えるならドリフと気になってで、今回寿司いっぱいこの前やったんですけど、その時は皿の数って分かりやすかったんですよ。で、焼肉ってちょっと判断基準むずいんじゃないのって思ってるんだと思います。今回はこれ使います。終わった。え、何案件。案件です。EX カツ取り機っていうね、はい、ただカウントできていくやつっていうのを使うんで、はい、これで食べたら肉の枚数をピッてやって増やしていくみたいな。はいはい、ってことで、じゃあ早速やっていきましょう。ゴーイ。肉肉肉肉肉肉焼肉屋に到着しました。焼肉なんか緊張するわ、間違いない。何この目に見えへんバチバチ。俺らの体温で肉焼けてまうわ。頑張ってます。全員炭酸挟まんないな。炭酸乗ったら腹張ってる。バカおらんやろ。はい、始まります。じゃあ来たよ。師匠どっちのやつも言ってや。そういうこと言っちゃうやん。なんでなんでなんで。でも師匠はどっちのこれで来るの。いや、じゃあどっちも言ってほしい。ちょっと待って、うわー。なんでなんでなんで。ちょっと待って、すごい反面。なんか俺がセコイみたいに言いたいってこと。ちょちょちょ、いや、どっちもいけるからええな。なんでこんな差があったん急に。何がバチバチしてるか。何が。から1.5万円の1枚のハラミ。結構来たね。すいません、1枚目いきます。マジか。はい、俺もちょっといいっすか。いただきます。まだ半焼けよ。うまっ。半焼けでいきます。肉逃げへんから。肉逃げへんねやから。パパパパ、うまい。出しね、出して。2枚目いきます。うまっ。いきます。はい、2枚目いきます。うまいんやろな。うまっ。使ったの出したろかな。え、全肉に俺の唾液つける。あ、全部うまい。俺一生出るかもしれない、マジで。何。ちなみに7枚目です。え、うまっ。俺もう9です。え、お前9。嘘つけ、ガチ。ほんま。え、まあ、硬い。Quand t'es venu dans la rue inconnue. なんか結構バチバチやったな。カメラ撮ってたんやで。おお、存在忘れてたんや。職業ないんだよ。20。はぁ。17 18。やばい。おお、マジ接戦やな。地獄のデスルーレット。よいしょ。これよ。今からですね、肉以外の、まあ、サイドメニューをルーレットにして、ここ温めたんですよね。1個だけ
何もなしっていうのを一人ずつルーレットしていって、はい、何が当たるのかっていうのを見ていって、このルーレットの内訳なんですけど、パン、ショー、ご飯、チュー、ご飯、大、はい、豆腐、チゲ、うわぁ、だるなぁ、重い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 、ビンビンパン、うわぁ、かぶちゃん、で、最後がなし、はいはいはい、あー、なるほどね。勝負内容は肉の枚数やねんな。そう、だからカウントされる、これはカウント、されへんね。これ麺うまくなった。正直誰からいきますか。ほら俺からいって。おお、お願いします。頼む、ビビンバ。何やねん。おおお、よっしゃ、ビビンバ。よっしゃ、ビビンバ。ちょい待ってや。やっぱ悪いことしてやろ。いやOK, OK. じゃあ次も見ていこう。ああ、高橋ね。いやいやいや、緊張しすぎや。緊張しすぎや。ちょっと緊張してるやん。頼むご飯しよう。ビビンバ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 。じゃあ、それが豆腐チゲ。それが豆腐チゲ。それが豆腐チゲ。じゃあ、もう一箇所あります。それが豆腐チゲみたいな。それが豆腐チゲ。それが豆腐チゲ。それが豆腐チゲじゃなかったら全然。オッケー。ご飯シュー。じゃあ、満杯だ。じゃあ、満杯すぎる。このタイミングで僕いきますね。なし。なし。第10章があると。じゃあこの第10章のルーレットでしてやっていこうか。お願い、中華大、中華大、中華大やな。いいか、お願いします。こいつは悪いやつやから、大の大や、大神様見てる、大大。あー、困った、困った。おー、お願いします。中華、中華、平気です。中華、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 中華。これがライス中華、ちょっと多い。まあまあまあって感じ。 HP 回復してくれんけど、わかる。大丈夫かな、全部あんま米。そう、こんなのもっと分かる。農家のおじいちゃんとおばあちゃんの顔まで見えてる。うん、煽り返してキュッ。今日楽しいだけやん。おー、何これ。待って、なんで食べれば食べるほど腹減る、なんで。なんでかゆくするわけない。ご飯と名前早っ。ここ取り付けてきた。さすがそうや。ですね、このイベントで頼んだサイドメニュー、制限時間内に食い終わらなかったらそいつ全おごりです。あぶねえ。フライパンを全然聞いてくれへん。いや、わかりました。とりあえず7時に生姜焼き食ったりして。うわ、怖っ。うわ、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 うまいよ。さすがうまいですか。ナイスタイミングですね。第2回です。ちょっと待って、次のルーレットは、まあ大幅なしの1枠だけ、石焼きビビンバ大事になってますな。で、一周して全員なしで、よかったーって終わるわけないです。まあ、うわー、うん、石焼きビビンバ当たってって、即終了なんです。あ、なるほど。当たるまでやる。当たるまでか。じゃあ誰からいきますか。俺からいきます。おぉ、ちょっと今、いいよ、いいよ。あ、もう頼む。いけや、いけや。ちょっと怖いって。頼む、これで決まってくれ。これで決まってくれ。いや、それはないから、どっか決まる。お、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 うわー、くそー。よっしゃ。お、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 オレンジか。オレンジ、確定なの。カクビビちゃん、これ。あ、まあ、来たね。残りはカクビビか、これ。
おっしゃうるさいうるさいいきますいきますもうさらっていくさらっていくさらっていくさらっていこういや俺これもう抜けたらもういいやほらほらほらある、はい、あっ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 カミはおらんぞあーくんねいや一瞬今ないわやばいなちょっとHP 回復してくれまんまカメ楽しいだけやんダメでさ食べるほど腹減るなんでもう無理やもんやばいなおかしないマジでこういう飯でこんな俺負けんだ俺前めっちゃ低いで多分え最高やちょっと待ってちょっと待ってこれチューすかチューです俺第一弾だと思うこれでチューこれでチューでちゃんカモーンとおかげなんか全然気づけない俺でもえ、ちょ待って、ちょ待って俺そいつの親くんねんけど広島スピーバの代ですあ、ありがとうございますこれ、真っ赤だよおぉで、俺さ、店員俺のことさ百貫デブやと思え大丈夫、こんだけ肉食うて、うん、俺、締めにビビンバ大根してるけど大丈夫やばいちょっと、いいねどうぶつげうわ食べたうまい、ようやったおやばすぎる杏仁豆腐、特徴的アイスで、マリアとこ行きましょう。杏仁豆腐、マリア、杏仁豆腐、あと3つ、合計3つ。はい。今、中、食べました。おー、すげー。皆さん、ちょっとここだけの話ですよ。みんな杏仁豆腐頼んだんですよ。で、制限時間が32分までなんですよ。31分くらいに届きませんかね、これ。おー。結果発表の方参りたいと思うんですけど、はい、じゃあ肉の枚数を確認していこう、え僕は42枚おお、はい、38枚おお僕46枚僕37枚です31枚、はい、誰誰負け誰負け誰これ枚数同行に限らず、師匠ビビンバ得したため師匠全額届いてるそれを食べて帰るいやそれ食べて帰ろう、はい、まあとりあえずゴチですそうですまあでもいくらなるかですいやとんでもないいや5いくかこれお疲れ様でしたお会計の方が4万1340円でございますごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。よし、じゃあ次どこのビビンバ屋さん行く？